はい、どうも皆さんお疲れ様です。コールオブデューティモダンフォーエア2ベータ版、今回は、ですね、この FSS ハリケーンっていうね、デフォルトの、こちらのパーク構成を使ってこの、銃を使っていきたいなと思います。モデリングはこれ多分 P90 っていうサブマシンガンだと思うんですけど、マガジンがねこう上にねこうついてるっていう不思議な銃なんですけど、今回こちらを使って戦っていきます。威力は低いんですけど、弾薬の数と、ある程度こうちょっとレートは遅めなんですけど、戦いやすさがあるんかなと思います。こいつを使っていくぜ。細かいこのマップ、うわー、ショットガンだ。ショットガンはねこのマップ強いのでなかなか難しいところあるんですけど、この銃をね、うまく使いこなせるように頑張りたいと思います。ダットサイトがすごい見やすいので、威力は低いんですけどね、うまく使える。あっ、腕いてぇやめてくれ。敵の UAV が稼働。いや、今作の COD はちょっとね、個人的に、本当になんて正直なところ、修理シリーズが好きあるんですけど、エコひいきなしでめちゃくちゃ面白いですね。ベート版だけでもかなり面白いと感じますね。さあデスターを引かせて痛い、移動しましょう。来いよー。投げないほう当たんなかった投げないほう当たんなかったな。練習しないと。レーダー警察飛行を要請する。了解だ。 UAV が配信中だ。中にいっぱいいるなこれ。ショックスティックを使う。怖いよ、来るから。いやー迷いました今。今ねめちゃくちゃ迷いました今。ああいうね、迷いがあるエイムとか射撃をすると一人いるんじゃない。ゴールドブラッド発動しました。ボーナスパークですね。ショットガンだぞ。敵の巡航ミサイルが接近中。ああごめん、味方が。ごめんなさい。ついついマップを見る。ウェイン、もう一人後ろに。個人的にマップで言うとこのマップが一番今のところ楽しいですね。ベータ版で今公開されているのは3つなんですけど、このマップが楽しいですよ。伏せてるなかなかだね。いいエイム。でもちょっと威力が低いんだよねこの銃ね。うまい、うますぎです。今のはうますぎですよ。いやめっちゃ待たれてる。めちゃめちゃ待たれてた。もうねベータ版に参加してる人とはいえそんじょそこらのプレイヤーではないですからね。ほんとレベルの高い人たちが多くて、ミッションを半分終えたな。やり遂げる。発売されたらどうなるんだろうって心配があるぐらいの感じですね。ショットガンからいようかな。せっかくごめん。よし、ガンショットガン楽しそうですね。反動がすごい、なんかねショットガン打ってるって感じの反動で楽しいですね。今作は結構そのリコイルかなが結構なんていうの、本当にリアルにこうなってると言いますか、なんかすごく今プレシアな PS4 版なんですけど、すごくなんかね振動と相まって打ってるなっていう感覚は伝わってきますね。
ナイス。デスタ行きまーす。デッドサイレンスがね、この先からチャージ式になったので。上？来たー！ショットガンだった。ステルス爆撃機が出てる。よし。ロースター獲得しました。カシグレーショットが頑張れるよ。ショットガン楽しいぞこれ。うわこういうところをショットガンでクリアリングするってめちゃくちゃいい。楽しいです、ね、従軍 UAV オンライン。多分これだけで楽しい。やめて。うわ上だ。そうなんですよ。今作は屋根上とかにもすごい登れるから、意外とね、クリアリングするのが大変なんですけど、これ出てきそうだな。あー、いるいるいる。もういる。もういます、ここ。あー！あそこ激アツですね。ショットガン難しいぞ。やばい、1点差だ。やばいやばいやばい、リードされたぞ。敵が巡航ミサイルを発射したぞ。そいつはやばい。うわー上手、上手だね、ショットガン今の。上手だぞ。いやー3点差。やばいやばい、やめて。負けた。いやでも楽しかったです。いやいいゲームでしたよ。はい、今回はね、まあこの P90 のね、モデリングしたこの銃使ってちょっと威力は低いんですけど、まあすごくあの非常にあのいいゲームだったかなと思います。難しかったけどね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあこれからも楽しみなんですけども、お疲れ様です。